魅力を発信し、里親様を探す旅をしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はハチワレのマシュマロボディ猫、壊れたおもちゃで大ハッスルということでですね、この子がハチワレのジャックくんって言いますよ。年齢がね、3歳から4歳ぐらいということなんですけれども、とても人懐っこい性格でですね、もう今コロンってなったじゃないですか。もうこれだけ人懐っこいんですよね。お腹触ってもね、怒ったりとかしないんですよね。いっぱいなさしてくれてますよ。めっちゃ泣いてますね。これは怒ってんのかね、気持ちがいいのかよくわかんないんですけれどもね。特に逃げてないということはね、やっぱ撫でられるのが大好きっていう感じがしますよね。で、もともとジャック君っていうのは TNR でその場所に戻すっていうはずだったんですけれども、もうこれだけね、人懐っこい子ですしね、まあ、そこの環境も良くなかったということでね、保護したということなんですけれども、今甘噛みされましたよね。ちょっと触り方が違ったのかもしれないですけれども、お腹触らせてくれるんですよね、でも。でジャック君の足を見るとね、猫にその体にぴったりくっつけてるんですよ ね。かなり甘えださんですよね、この子はね。でもまた気持ちよさそうな顔してるな。でこのお腹なんですよね、もう魅惑なマシュマロボディでしょ。もう見てたらね、触りたくなりますよね。しかもお腹見せてくれてるしね。あれ、猫パンチしたぞ。あ、どっか行っちゃう。でもう一回触るとね、まだなでてっていう感じの体勢になってるでしょ。なかなか不思議な子なんですけれどもね。今回のお店は大阪地下鉄中崎町付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。またコロンとしてくれましたよ。お腹を見せるとね、触っちゃうんですけれどもね。嫌なのかな。肉球プニプニってやっておりますけれども、ピンクですごい可愛いですね。顎の下はね、気持ちよさそうですよね。かわいいね。癒しの表情してるよ。あ、でも触らせてくれてるな。どうなんでしょうか。ちょっと慎重には触ってるんですけれどもね。いい顔してるね。耳つぼマッサージ、結構ね、耳も気持ちよかったりするんですよね。たまんないですね、これは本当に。綺麗なハチワレちゃんですね、本当。あ、ちょっと嫌がった。やっぱ顎の下がいいんだね。と言いながら猫兄さん何度もお腹を触ってるんですけれどもね。あ、ちょっと嫌がったかな。お尻付近を触るとちょっとニャーって泣いてますね。なんだこれは。足がついておりますけれどもね、顎の下撫でろっていうのかな、これは。いやー、癒しの子だこの子は。あ、ちょっと嫌がった。あー、猫パンチしましたね。ちょっと激しくなってきたということでね、やっぱこういう時はおもちゃで遊んでいこうかなって思っております。なんかケリケリしてるな。ちょっとしてみますよ、どうでしょうか。あ、ちょいちょいしてくれてるよ。両手でパンチして、あ、これはいいね、可愛いですね。なかなかワイルドな顔してますよ。普段結構おとりさんなんですけれどもね、いいですね。可愛いね、これ。上の方ではね、おもちゃでちょいちょいしてる子がいましたよ。もうジャックさん寝ながら遊んでいるよ。口も開けて。いいですね、ジャックさん。よく遊んでくれるよ。あ、棒の部分では遊ばないかな。やっぱ猫じゃらしの部分がいいんですね。おお、いいじゃないですか。お、動く。お、お、動いてくれたよ。結構走るよ、ジャックさんね。マシュマロボディって言ってるんですけど、特にね、太ってるとかってそういうわけではないのでね、結構骨格がでかかったりとかね、筋肉質だったりするんですよね、ジャックさんっていうのは。で、やっぱよく走りますよね。猫兄さんお手製のおもちゃを使ってみましょうかね。あれ、遊ばない。あ、ふんふんに寄ってるね、さっきのおもちゃにね。ってことはこっちにしましょうかね。あら、遊ばない。あ、もうおもちゃで遊ぶの飽きたかな。別の方がいい。こちらはね、カシャブンなんですけれども。
ん、なんか飛びつきそうで飛びつかないっていう感じになってますね。どうしたんでしょうか、ジャックさん。急に飽きたかな。さあもう一度猫じゃらしを使いますよ。お、取れちゃいましたね。さすがワンパンチでしたね。ということで猫にそのお手製のおもちゃにしましたけれども、ちょいっとしてくれたよ。あれもう終わった？どうしたんでしょうか。なんか走りそうになってるんですけれどもね、なんか違うんでしょうか。もう一度撫でてみましょうか。うん、ドアップいいね。いい顔してるよ。あら、今にゃーって言いましたね。猫パンチもね、しそうになってますし、やっぱ遊んだ方がいいかな、これは。どうでしょうか。先ほどのね、壊れたおもちゃを見せているんですけれども、ふんふんと匂っておりますよ。じゃあ棒の部分はどうかな。見せてみますよ。おお、ちょいっとなったよ。あら、おお、追いかけてるよ。壊れててもいいんですよね、猫ちゃんっていうのはね、案外ね。うん、ちょいってなった。もう走ってる走ってる。なかなかいいじゃないですか。あの俊敏とまでは言わないですけれども、結構遊んでくれてますよね。もうちょいってなったよ。うん、いいね、この靴下直っててね、かわいいよ。うん、距離を測っておりますが、どうでしょうか。あ、白猫ちゃんが来たね。ちょいってなったけれども、飛びつかないか。じゃあジャックさんは、うん、ちょいってしてくれてるね。あら、また下に行っちゃうか。ちょっと疲れたのかな。ジャックさん6キロぐらいあるのでね、やっぱね、すぐに疲れちゃうのかもしれないですよね、これだけ走るとね。遊んでくれると噛んでるよ。もういいじゃないですか。ジャックさん今日はね、いっぱいなどさせてくれてね、いっぱい遊んでね、本当に楽しかったですよ。皆様いかがだったでしょうか。ジャックさん魅力がいっぱい詰まった可愛い子ですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。